まず最初がアーバンアメリカーナヴィンテージアンティークデザインというお店です。ここはロングビーチのエリアにあります、ね、ロングビーチのエリアにあります、はいはい、やっぱ LA ってすごいな。 LA ちょっとサンデーもやっぱちょっと LA はレベチがある、ね、レベチだね。入ってみましょう。ここに売ってるんだ、大きなお庭系のグッズが売ってます。例えばこれは25ドル。これは18ドル。意外とリーズナブル。なんかすごい高そうな感じだけど。わあ、なんか何でもありますね。アウトレットなのかな。ここはね、なんかヴィンテージのものがいっぱい売ってて。すごい高いものから安いものまでピンキリで売ってるガラクタショップみたいな感じなんですけど、やっぱアメリカなのでおしゃれですね。洋服も売ってたりとか、日本人形も売ってる。ヴィンテージジャパニーズひな人形75ドルだって。ご苦労様です、遠路はるばる。あとかね、725ドルもする結構ヴィンテージのお洋服も売ってます。まあ、我々の中でブームが来ているですね、レコードショップ、レコードもいっぱい売ってます。219ドル。1970年代のレコードだ、すごい。しかもここでさ、聴けるよリッスンステーション。行ってみたいと思います。試せるようなので試してみてます。聞こえる？すげえ。聞こえる。すげえ。しかもちょっとチリチリ言ってていいんだよね。すごい。この辺は10ドルのレコードみたいなので15ドルか買ってみようと思います。面白いねこの店。面白いね。選んできます。ベッドフジがチェンジだ。エモ。盆栽みたいなの持ってます。かわいいね。あったかいよ超。今20度ございます。今日は22度まで上がるやつ。古着屋さんがいっぱいあって楽しいですね。ここはすごいローラースケートのお店。ローラースケートのお店。すごい。ラブリー。とってもラブリーでございます。99セントのレコードが売ってる。こんな感じですね。はい。ティータスっていう可愛いお店です。お中入るとプランツがいっぱいいっぱいあるのよ。いっぱいあります、草たちが。わー可愛い。こいつちこくて可愛いな。可愛いね。この人はね、すぐね欲しくなっちゃうんですよ、木が。木好きだよね。好き、緑が好き。レコードと木を購入しました。夫がすごくおすすめのノアズベーグルに行ってきました。サンデー後にはないお店らしくて、だからとっても美味しいらしいです。これは僕の一番ノアズニューヨークベーグル。
からベーグルを選ぶらしいです。美味しいと噂のオレンジジュース。これ美味しいですね。飲んでみた。あー美味しい美味しい。すごいフレッシュで。に来ました。お目当てはですね、大谷さんの絵が描いてあるっていうここです。ちょっと近くで見てみたいと思います。本当ね、ここにね、車を止めてる方がいて車を止めてる方がいて、あの綺麗には見れないんですけど、ちょっと近づいてみましょう。よいしょ。こんな感じで言います。似てる。すごい上手です。すげえよ。ムキベッツ。はい。目の前海です。すごいいいロケーションに描いてもらったね。今日天気がいいっていうのも相まって、すごい綺麗な街です。日本人が多分いっぱい住んでる街だと思うんですけど、いいね。この道のサインまで可愛い。このギターナコーヒーってところでお茶したいと思います。ゲットしました。よし、行きましょう。行きましょう。海が近くなので、海に降りたいと思います。今のカフェから歩いて2、3分くらいで。2、3分じゃないの？ 30 秒。30秒くらいで。どういう感覚してんだよって。すんごい冷たい言われ方したんだけど、ひどいね。きっていい。お家も可愛いですよ。ここ穴場じゃない。静止画だと思われる